始まりました。ひらがな神宿の神ラジ。本日のお相手は石渡奈子と萩田ここです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今回のテーマは、私たちこの2人がね、合わさったやっぱアイドル好きっていうのもあるけど、アイドルのオーディションをたくさん受けてきた、その6人のうちでもこの2人が多分一番アイドルのオーディションを受けてきたので、じゃあそれについて話そうか。話そう。なんですか、どのぐらい受けてる、どのぐらい受けてきた、何個かとかちょっと分かんないんだけど、一番最初に受けたのが14歳かな。14歳かな、うん、何年前。14歳、5年前だね。5年前。あ、嘘です、4年前です。4年前か。間違えたのね。そっかそっか、それを、あ、そっか、そういう、その何、オーディション自体は一番最初がそれか。何個ぐらい受けた？10個ぐらいは受けてる。あ、本当？もっと受けてるかもしれないけど。数えられないぐらいとか、数えたらすごいいっぱい。数えたら受けてて、なんかあった、すごいさ、衝撃っていうかさ、こう、心に残ってるさ、オーディションだった、なんか。に残ってるオーディション、基本なんか多分見てる方知らない、わからないと思うんですけど、アイドルのオーディションは大体その書類審査があって、2次全部でね、本当にオーディションによるんですけど、私が受けてきたオーディションは大体5次審査までくらいまであって、書類で2次審査で面接、そのグループ面接っていうのがあって、3次に面接プラスダンス歌で、もう一回4時で、歌ダンスがあって、最終的に5時で、記者の方が入ってみたいな、表に出るみたいなのが最後の5時審査。これが最終審査ね。だから私たちのこのひらがな神宿の漢字の神宿のオーディション、私たちが受けたオーディションは、そのファイナルがトヨスピットだったんだよね。そうだね。だからね、私が受けてきたそのオーディションはもう秋元康さんのグループに私はこだわって、それしか受けたことがなかったの、もう大好きなの。秋元康さんのグループが本当に好きで、大好きで、もう毎回毎回受けてて、それこそ私も14歳とかの時なんだよね、受けたのが一番最初に。そう、受けたのがで、ずーっとあれさ、すごいのがさ、2年に1回とかしかないのよ。そうだよね、3年に1回とか。そうだよね、そんな毎年あるとかじゃない。そうなの、いつ来るか分かんないよね。そうなの、だから毎回自分で調べてないと分からないし、逃しちゃうから。そうなんだよね、意外と応募期間もさ、短かったりするし、あと毎回そのなんていうの、写真、書類の写真ってさ、結構撮った、なんかさ、3ヶ月以内の写真とかさ、そうなんか撮っとかないとっていうか。そうなの、だから毎回毎その何、オーディションがあるたびに書類の写真を撮らなきゃいけないんですよ、だから私は高校生とかの時に制服で撮ってた、書類の写真を制服で、学校のや、なんか終わった放課後に友達に頼んで、そう、こうやって髪サラサラにして、黒髪だったから、まあ今も暗いけど、そうそう、撮ってたりとかしてた。めっちゃくちゃ撮ってたよ私。私はね、一応その一番最初に受けた時は、まだオーストラリアに住んでたから、なんだろう、もう友達とかもそのアイドルっていう文化を知らないから、理解してくれないっていうか、話しにくいっていうか感じだったから、なんかお母さんにいつも撮ってます。学校制服がなく、制服っていう感じでもなかったから、あ、そっかそっか、ポロシャツみたいな感じだったから、着替えて撮ってもらってた。お母さんに撮ってもらってたから。お母さんに撮ってもらってた。私あんまないわ、もうほとんど書類はなんか結構ね、今現アイドルさん、そのグループに入ってる方々も本当はいけないんだけどって言ってたんだけど、なんか保護者のあれもらわなきゃいけないよ、同意みたいな、もらわなきゃいけないんだけど、結構その有名な方々もテレビとかで言ってたんだけど、そう、なんかもら、親に言わずに最初受けててみたいな、親に言わないで受けてる人多いよね。そう、どっちかって言ったら私はその最初の何、3時とかまで行ったら親に毎回言ってて、だから書類とかはもう親に何も言わずに友達に取ってもらって受けてたりとか
ってて、本当に何個受けて、それこそ8年くらいずっと受けてて、まあ、どんな感じだった？私ね、大体書類とか、書類の時点でめっちゃ落とされるんだって、アイドルのオーディションって。その削られるみたいな。そうでもなんか分かってくるんですよ、どんどん。なんかなんていうの、受かるあれ、写真の撮り方、私すごい分かってて、それはめっちゃ受けてたから、うん、こういう風に撮ったら。それこそね、一番最初のオーディションはガラケーだったの。そうなんだ。そう、ガラケーで撮って、それこそまだね、全然3枚とかしか撮ってなかったの、その時、うんうんうん、一番最初の時はね、まだ中学生とかだったから、うん、だけどどんどん大きくなっていくにつれて、何枚も撮って何枚も撮ってってやって、私全身写真をね、これね、あのね、アイドル目指してる方いると思うんですけど、こうなんていうの、ポイントがあって、どん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 大きくなるにつれてさ、やっぱり中学生とかみたいに比べたらさ、ういういしさがなくなっていくんですよ。なくなっていくのね、やっぱなくなっていくじゃん、ね、どんどん垢抜けていくし、若いっていうか、なんかだから私は高校3年生とかはそういう風に、高校生どんどんお姉さんになってきて、あの秘訣というか、全身写真も私体操着って言ったの。あ、そうなの。そう、なんかこれなんかポイントじゃないけど、オーディション受かる秘訣じゃないけど、あ、体操着です。そう、原石を求めるのよ、秋元康さんのオーディションって。だからすごい幼く見えるように黒髪にして、全身はもうすっごいダサく撮ってた、わざと。そうなの。そう、え、これすごいいいポイントなんじゃない？これね、めちゃくちゃね、そう、それで実際オーディションどんぐらいかわかんないけど、うん、書類は絶対に通ってたし、そうどのくらいまでいった？最終だよね。いや、本当に難しいよね。そうだね、本当に難しいんですよ、オーディションって。やっぱ何が一番苦労したかな、なんだろうね、オーディション、苦労した、苦労した、どういうことだ、例えばどういうことな、ダンスとか。ああ、そういうことね。自己 PR とか。私は自己 PR かな、なんか最初の方は受けてたけど、なんかやっぱ受けてくうちにいろいろ、そういう写真とかさ、分かることあるじゃん。そういう時に最初は本当に人見知りっていうか、人前に喋るのが苦手で、すごい下を向いて、なんかすごい緊張しちゃって喋れなかったんだけど、なんかどんどんこう重ねていくうちに、ちょっと慣れてきたじゃないけど、慣れてきてはないんだけど、なんか上を向いてちゃんと話さなきゃっていうのを、そうをちゃんとすごい、なんだろう、思いが強くなった、アイドルになりたいって思いも強くなってたから、すごい、そうなんだ、そう、上を向いて話したらどんどんもっとあのすごい、ね、結果が。でもそれ全部に言えるね、バイトの面接とかでもそうだった。あ、そうそうかもしれない。そう、あのすごい緊張しちゃう人だから。そうだね、そうだったかな。結構苦労してアイドルになった組だよね、私たちは。そうかもね。まあ結果このあれか、グループに入ったのも、オーディション落ちたメンバーでなってるから。でもね、そんなの関係ない。アイドルにね、させていただいた以上、させてもらった以上、今があってるか分かんないけど、まあね、応援してくれてるみんなにこう元気とかね、勇気を与えられるように、一生懸命ね、アイドル楽しみたいと思います。ということで、この辺で終わりにしようかな。最後まで見てくれてありがとうございました。番組の感想、コメントやメッセージ、ぜひお願いします。またねー。